はい、こんにちは、川村海斗です。本日はですね、皆様に重大発表があるので動画を回しております。まあ、こういう風にね、重大発表みたいな形で動画を撮るってことは多分初めてだと思いますので、まあ、どういう風にテンションで撮っていけばいいのかちょっとあんま分かってないんですけども、最初に言っておきますとかなりいい報告になるので、まあ、ぜひ最後までご覧ください。というわけでですね、今回ですね、サーフショップをやることになりました。やっと、すごい忙しい忙しいっていう風にサブチャンネルなどでもね、動画で言っていたと思うんですけども、やっと発表ができるということで今動画を回しております。まあね、長年僕もね、サーフショップを地元の鵠沼でねやるっていうのが夢でもあったので、それが本当実現できることになって、本当に皆さんがたくさんの方がね協力をしていただいたので本当に感謝しております。まあね、いろいろね伝えたいこともたくさんあるんですけども、まずサーフショップを始める理由からちょっとお伝えしていこうかなっていうふうに思います。はい、場所なんですが、僕が小さい頃からねお世話になっていただいたローカルの方がね本当に大切にしてきた由緒ある跡地でやることになりました。こちら本当にねたくさんの方々の協力があって今回やることが実現したので本当に感謝しております。ありがとうございます。で、詳しい場所などね、詳細はねまた追って紹介していきたいと思いますので、そちらの方もねぜひお楽しみにしていてください。まずはね、今動画をこの撮ってる段階でも準備に今追われているんですけども、今内装が入る前の状態を見ていただきたいので、まあ、こちらね冬頃に撮った動画があるんですけども、まあ、そちらを先にお見せしたいと思います。どうぞ。ここは多分効率になるんです。いい、バッチリです。はい、というわけでここがサーフショップ、オープン前に今撮影してて、今ちょうど1月の半ば頃にこれ撮影してるんですけども、やっと中が完成しまして、まだ内装などまあまあ物ももちろん入ってきてない状況なんですけども、ここで僕が一からサーフショップをスタートしていくことになるので、まあ皆さんがこう楽しめるような場所を作れたらいいなと思うので、ぜひお楽しみにしていってください。っていうか、まあこれがもう多分アップされてる頃には中が多分完全に出来上がってるんで、まあいろいろ比較ができるといいのかな。こんな感じ、ちょっとこれ自撮りになっちゃってるんで、こんな感じで中はもう今何もないですね。ちょうどキッチンもつけてもらったんですけど、僕はちょっと取り外してもらってやる感じですね。ドアも変わります。ちょっとこの時点ではまだ何とも言えないんですけど、まあ、ちょっと1本だけ今日ボードを持ってきて、デッドフィックスのボードですね、持ってきたんですけど、まあ、中がすごいこう明るい感じで、日が入るとめちゃくちゃこう光が当たっていい感じなんで、ちょっと今ライトないんで僕が反射して黒く見える、より黒く見えちゃうんですけど、まあ、この感じが果たしてオープンした時にどんな感じになるのか、僕今この撮ってる時点でまだイメージがしっかりはできてないので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい、どうだったでしょうか。だいぶ前にね撮影させていただいたものなんですけども、冬にね準備をしてきて、今まだ空っぽの状態のショップの中を紹介させていただいたんですけども、今はねだんだんと内装も入って準備してきて、だいぶ出来上がってきてるので、そちらもね後ほど少しお見せしていきたいと思います。で、どんなショップになっていくのかっていうのをちょっと紹介させていただきますと、まあ基本的には初心者のサーフィンスクールをやらせていただきます。まあ本当普通のサーフショップと一緒なんですけども、初心者のサーフィンスクールであったり、ボードのレンタルであったり、僕の使用ボードのレンタルなどもちょっとやろうかなっていうふうに今のところ考えております。
でそれから僕が長年ね使ってきた信頼と実績のあるサーフグッズであったり、まあ、僕が逆にねサポートもされてないけど自分が好きでね好きだったり本当に調子いいから使っているようなものもお店に置いていく予定なので、まあ、こちらもねしっかり準備ができたらまた動画を作っていこうと思うのでそちらの方もぜひね後日公開すると思いますのでお楽しみにしていてください。はい、でいつオープンになるんですかって思う方も多いと思うんですけども、オープン日はまだ公開できないんですけども5月の半ば頃にオープン予定になっております。で日程などね本当何度も言うようですけどもちゃんと決まりましたらライブ配信で報告をしていきたいと思うのでそちらをメインチャンネルでやっていく予定なのでそちらの方をぜひお楽しみにしていてもらえたら嬉しいです。まあ、そこでねいろいろ店内の情報であったり詳細などをちょっとお伝えできればいいなっていうふうに思っているのでそちらの方をぜひお待ちください。はい、でお店なんですが僕もね撮影であったり遠征、まあ、コーチングなどもね今やらせていただいているので、まあ、かなりバッタバタなのでお店にねずっといるっていうことがなかなか難しい状況でして、まあ、いろいろ考えた結果店長雇うことになりました。もう雇ってるんですけども、まあ、皆さんもね YouTube などに出演していただいてるのですごい知ってる方なので今この別に撮った動画があるのでそちらの方で紹介動画みたいな形で撮っていますのでそちらの方の動画をチェックしてください。はい、今回ショップの店長をやっていただく方はこの方です。じゃじゃん、こんにちは、川村サリア君です。僕の弟です。よろしくお願いします。お願いします。まあいろいろねきっかけなどもねちょっといろいろ話していきたいんですけども、まあ、ざっくりね、はい、サリアについてちょっと僕から説明させていただくと、はい、サリアは本当に僕の弟で、で他に仕事してんだよね。してたんだよね。してて5月から、はい、僕の切り替えて、はい、ところで働いてくれると、もらえた働いてくれるということで、まあ、今回そのショップがオープンしたらショップの店長として、はい、やっていただくことになりました。どうですかこれ今ちょっと後ろ側はまだ映せないんですけど内装でこれ今ショップの中なんですけど今準備してもらってて、いやめっちゃいい感じですね。ね、まあ、結構良くなってきたよね、うん、もうめっちゃなんかもう綺麗、匂いとかもすごい、そう匂いね動画だとねちょっと伝わんないけど、ね、かなりいい感じになっておりまして、いい、ね、後ろもねちょっとまだ今映せないですけどまだ映せないけどこの僕が今撮ってる後ろ側も結構いい感じになってて、まあ、ちょっと今荷物だらけなんで映せないんですけど、こっち側はね一応防音とかもね今置こうと思ってるんでその辺もちょっと楽しみにしてもらえたらいいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあとりあえず、まあ、あんまりまだ伝えられることがないので最後にじゃあサリアさんの一言、まあ、ショップに向けてショップオープンに向けてちょっと店長として一言なんかもらえたら、ね、まあ、なんか嬉しいのでお願いします。サーフィンは結構、まあ、今までやってきたんですけど、うんうんうん、まあ、ショップでなんかそのやるっていうのはあんまちょっと慣れてないんで、うんうん、初めてだもんね。初めてなんで、うん、まあ、分からないこととかもたくさんあるんですけど、うんうんうん、まあ、逆にそれが楽しみでもあり、うんうん、成長につながる感じなんで、うんうん、ちょっと楽しみながらちょっとやっていきたいなと思います。なるほど、はい、まあスクールとかもねあるんでね、ぜひね初心者の方もね、はい、たくさん来てもらえたら嬉しいのでね、はい、まあうちらも01でやるんでね分かんないことだらけだと思うんですけど、はい、ちょっと助けられる部分とかもあると思うんですけど、そうですね、助け分かんないこととかあったらまあちょっと言ってもらえたら、そう多めに見てもらえたら嬉しいよ、ね、じゃあだけどな、そうだね、わかりました。まあそんな感じでよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでサリアさんをちょっと紹介させていただきました。まあ、中をねこれからちゃんと仕上がったら紹介もしていくので、まあ、いっぱいね収納できるスペースも今作ってもらってて、まあ、そこにいろいろグッズしまえることになると思うんで、まあ、出来上がったら皆さんにもぜひね動画でも説明はしようと思ってるんですけども、まあ、直接ぜひね見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってるので、オープンしたらねぜひたくさんの方が、そんなに広くはないんですけども、かなりいろいろ物も置いてあって、ボードもねたくさん、まだお知らせできないんですけどいろんな種類のボードを置くので、ぜひ僕のボードなども置こうと思ってるんで、多分この辺に並べられると思うんで、その辺もぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。
はい、皆さんもねご存知の通りよくね YouTube でもね一緒に撮影してもらってる弟のサリアさんがね今回店長として働いてくれることになりました。よかったです。僕もね一番、まあ、本当に弟なので一番信頼もしているのでその辺しっかり任せられると思うんですけども、まあ僕らね本当初めてのスタートになるので、まあ、いろいろわからないこともあると思うんですけども、まあ、そういうところはちょっと少しは多めに見ていただいてしていただけると助かります。まあ、本当に多分いろんなことがこれから覚えていったりとかしなくてはならないと思うので、まあ、その辺もねぜひ教えていただける方もいましたらぜひ相談とかも今してる方もたくさんいるんですけども僕らも学んでどんどん成長していければいいなっていうふうに思っているので皆さんどうかよろしくお願いします。はい、皆さんどうだったでしょうか。今回は重大発表ということで今回すごいいい報告の動画になりました。まあ、これからね、まあ、今もこの動画を撮ってる時点でもかなり追われていてバッタバタな毎日を過ごしているんですけども、まあ、やっと取り急ぎですが報告を皆さんにすることができたので一段落は全くしてないんですけどもちょっと皆さんとねやっと共有がこれからできていくということで嬉しいなっていうふうに思っております。まあ、情報などまだ詳しくねまだ出せてないんですけどもそちらの方は概要欄にも貼っておくんですけどもそのお店の情報を出していきますのでそちらの方をぜひねフォローしていただいてインスタグラムとツイッターをもう解説してますのでそちらの方をぜひチェックしていただいて情報流れていくと思いますので気になる方はぜひフォローの方よろしくお願いします。僕のねインスタなども随時情報を上げていこうと思ってますので、まあ、フォローしてくれてる方の方が多いと思うんですけどもまだしてない方はぜひこちらの方をフォローしていただけると嬉しいです。というわけで、まあ、ちょっと今回は取り急ぎの報告動画になってしまったんですけども皆さんぜひショップオープンお楽しみにしていてください。というわけでまた情報があったらアップしていきますので次はライブ配信でちょっと報告できればいいなっていうふうに思ってるのでそちらの方も皆さんぜひお楽しみにしてください。というわけで今回の動画こんな感じで終わりにしたいと思います。見ていただきありがとうございました。はい、お店の名前なんですがお店の名前はですねリバービレッジ、まあ、この辺にバーッと出てきてると思うんですけども考え方は お気づきだと思うんですけどもリバービレッジって普通に僕の名字川村って言うんですけどもその川村を英語にしたっていう感じでまあ皆さんにはねすごい名前もすごい浸透していると思いますしまあ本当鵠沼の河口もあるんですけど、まあ、そこのリバーもかけてリバービレッジっていう名前にさせていただきました。まあ、この名前がねどん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 たくさんの方に知っていってもらえることがいいなっていうふうに思ったので今回こういう名前にさせていただきました。